モンスケさん、速稼塾の久保です。今回ねコメントありがとうございました。今回のコメントは私がね母校高校の眺めのいいところで、その高校が見る丘の上からね、当時こうだったよねってことをお話したのに、ものすごくね共感してくださったのかなというコメントでした。こういうふうに書いてました。こんにちは、昔を思い出す動画をありがとうございます。こちらこそ、昼休みにほっとしたひとときを過ごさせていただきました。私も久保さんと同世代ですが、あの頃はバイク、車が憧れでしたね。ホットロードとかね、読んだり、中古車をいろいろ見てね、絶対この車手に入れたいよね、とか、それから私は麻雀をするんで、将来家を建てたら麻雀ルーム絶対作るぞ、みたいなことをね、なんか言い合ったような気がしますね。はい。私は傍観者でしたが、喧嘩にもよく遭遇しました。なんかね、こういう騒ぎ事っていうんですかね。まあ、喧嘩も実際するのは怖いんですけども、まあ巻き起こったらね、周りで見てるか林立てるか参加するかみたいな感じでそんななんかいわゆるドッジボールに参加するような感覚だったんじゃないかなと思うんですよ。なんか極めてね異常な怪我をしたりとかってこともなかったですし、まあ、そこそこに手加減をして、まあ喧嘩をした後はちょっと仲良くなってみたいなことが本当に起きてましたからね。これは多分ねジャンプを中心とする漫画の影響だと思うんですけども、絶対にね何か揉めたり喧嘩をした後は仲良くするぞってお互い思ってるはずなんですよ。なんかそれでねなんかそのあれですよ、こっちの高校とこっちの高校とか喧嘩した後って同じ方向に帰る人がいるんですよ。そしたらお前何年みたいな感じで話し合って帰りながらね面白いもんですよね。まあ、そんなちょっとねほろ苦いっていうか懐かしかったなと思います。だから本気でね憎しみあったりとか本気で殴り合ったりとかなんかそういうんではないんですよね。なんか喧嘩っていうイベントだったんではないかなと思います。まあ私のところだけかもしれませんけどもね。はい。で暴走族が激減したのは良いことですが、確かにそうですね。私がねまだねそうですね広島に行った頃って、東華さんをはじめとしてもうね暴走族が本通りをぐわっと埋め尽くしたりとか、中央通りをわっと埋め尽くしてね、とてもじゃないけどお祭り騒ぎじゃなかったですね。機動隊も出てきてもう発煙筒がボーンと行ったりね、派手なバイクがグン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 と行ったりとかね、本当になんかこう誰か死人が出るんじゃないかなみたいな感じでした。まあそういった騒ぎをおヤクザさんとかが見ていてスカウトするっていう噂を聞いたんですけども、本当かどうかは分かりません。ああいう風なねエネルギーのぶつかり合いっていうのがなくなったのは私はいいことだと思います。でもやっぱりこういうこと言ってはいけないのかもしれませんけども、今なんかね懐かしく振り返ってみるとちょっと寂しいなって気がしますね。で私はナイト2000っていうねナイトライダーの車のレプリカを持ってるんで、フラッシャーでねフロントがこうやって光るんですけども、赤い光が出るんですけども、そうなるとそのオートバックスでピットに入れてくれなかったりね、タイヤ交換してくれなかったりとかっていうのがあるんですよ。でこれが何を意味するかっていうと、暴走族の改造車ね、車もそうですしバイクもそうですし、もうガソリンも入れないし整備もしないし修理もしませんよっていう風になってるんで、だんだんそんなのに乗ってられなくなったんだろうなっていうところですよね。まあいいことなんでしょうね、きっといいことなんだけども、なんとなくこう武骨さというかね荒々しさというか、ちょっと表現違うかもしれませんけども、70年代に憧れる70年代のアメリカに憧れるね、そんななんか田舎者の雰囲気はだいぶなくなってきたかなって思いますよね。あの頃アメリカって言えば何でも正しくって、アメリカって言えば何でも新しくって、ハンバーガーって聞いてみれば食べてみたりとかね、新しいこうコーラみたいなの知ったらなんか飲んでみたりとかしたもんだったんですけども、私ねだからコカ・コーラを初めて飲んだのって確か中学生の時なんですよ。ねえ、なんかね年を追うごとに新しいドリンクとか食べ物に出会えたような気がします。蜂蜜レモンなんてのが大ブレイクしましたけど、今でもあるんですかね。懐かしいですね。モンスケさん懐かしくないです、蜂蜜レモン。なんか夏になったら結構飲んでましたよね。今なんかないですよね。メロイエローとかね、なんかないですよね。あと当たり付きのアイスの自動販売機とかってなかったです。今はほとんどそういうのを見なくなりました。はい、なんだか寂しくも感じます。本当その通りですね。車に興味ない若者が多いのも今の時代です。そうですね、車に興味がないと言われますね。本当のところは分かんないんですけども、ただやっぱりこうかっこいい車に憧れるのって男の子にはねもうしょうがないことだと思うんですよ。ね、そう思いませんか。でなんかね不謹慎かもしれませんけども、こう銃のモデルガンとかね、モデルガンを憧れてみたりとかね、
こう撃ってみたいと思ったりね。私もハワイに研修に行った時って、その実弾を撃つ射撃場ってあったんですけども、ああいうところにね行かしてもらいましたからね。確か1万円ぐらいでちょっとやらしてくれたんじゃなかったかな。ところでいつも気になっていましたが、久保さんの服装は独特ですよね。今日は割とまともな方ですね。インドネシアで買った、インドネシアのスーパーで買った鳥がね、こう、スズメとか、カッコウとか、いろんな鳥が、あつらえてある T シャツでございます。久保さんの服装は、奥様のセンスなのでしょうか。奥さんのセンス、ちょびっと入ってるんですけども、大体私が決めてますね。で、私はね、なんていうのかな、アニメのコスプレとかを、したいんですよ。で、結構してるんですよ。宇宙戦艦ヤマトをやったりとかね、ルパン三世をやったりとかね、ミト拷問やってみたりとか、男はつらいのトラさんっていうのは結構やると思いますけども、ああいうのとかね、あと普段着でカンフーのこういう風のあるじゃないですか、カンフーのね、ドニーエンみたいなの、ああいうのも結構普段着で着てます。で、基本的に和服が多いですけども、さすがに夏場はね T シャツになってますね、もう完全に。で、もともとこの YouTube の隠居 TV っていうのも、私が隠居してる自宅、山奥の自宅から火山院っていうところから社会を見てね、いろいろ勝手に喋ってるみたいなコンセプトで始めたんですけども、やっぱり最初はね和服だったですね、完全和服で。今は和服じゃないことも結構出てきまして、でもやっぱりね和服でそれなりの雰囲気出しながらやっていきたいなと思います。まあ、あの服ね、最近は T シャツが多いんですけども、 T シャツも注目してください。結構変な T シャツをあれやこれやと買ってます、ね、そういう風なね、私が今度何を着るのかっていうのも楽しみに見ていただければと思います。そしてモンスケさん、多分同い年っていうかね、同じ世代って書いてましたんで、ものすごくね気が合うと思うんですよ、うん、なんかねビーバップハイスクールで育ったりとか、ロクデナシュブルースで育ったりとか、カンフー映画ね、あのジャッキー・チェンとかを見たりとかしてたんじゃないかなと思いますし、そうですね、まあ、お小遣いどのぐらいだったです、月間3000円ぐらいだったかなと思うんですけども、ガチャガチャやってみたりね、ゼビウスでこうやってみたりとか、ギャプラスとかね、ギャラガとかね、ああいうテレビゲームをゲームセンター行ってやったりとか、あと私はファミコンは持ってなかったんですけども、ファミコンを人ん家行ってね、友達ん家で一緒にこうオリンピックのやつとかねやったりとかしたんじゃないかなと思いますね。それから他にどんなことがあったかな。私は野球部だったんですけども、高校では野球部に行かずに麻雀とバイトに明け暮れましたね。やっぱこうなんか10代の頃っていろんなね挑戦が詰まっていて、今でもなんかその頃に戻ったような感覚になりませんか、こうやって話してたら。でね、やっぱり昭和50年代後半から64年までですか、昭和っていうのは平成に入るギリギリまでの時ってなんかいろんなものが詰まってて、将来に夢があってね、21世紀ってものを強く意識して、いや将来は自分もこうかっこいいねビジネスやって、で家庭があって奥さんいて海外旅行行ってみたいなことね、もしかしたら月旅行行ってみたいなことも考えたかもしれませんけども、今そういう風な世の中に少しでも近くなってるかなと思うと、なんかね、私小学校の頃とスマートフォンとインターネット以外はあんまり変わってないような気がするんですよ。変わったといえばなんかいろいろとなくなったかなと、バイクに乗ってみたりとか車に憧れてみたりっていう風な世代、若い世代ではないのかなとも思いますし、なんか家庭内暴力とかね、シンナーとかね、積み崩しみたいなのも今はもう古いでしょうし、金八先生みたいなのがもうシリーズ第7作とかね、その後もなんか金八先生長かったじゃないですか、すっごく。ああいう風な学校に熱くなるみたいなのは、まあ、GTO ってのもありますけども、あれもだからね、私が高校の時の漫画ですよね、だからスクールもの、学校もの、スクールウォーズとか不良少女と呼ばれてとか、 あの辺のってのはもう今あんまり見られないっていうかね、テレビにかじりついてテレビの話題でみんなで学校で盛り上がるみたいなこともなくなっちゃったのかなと思いますよね。ということでございます、モンスケさん、ちょっと長いね思い出話になっちゃいました。でも会ってね話してみたいですね。なんかねすごい懐かしいです、ありがとうございます。あと、ちなみに私ガンダムと宇宙戦艦も大好きでございますそれでは失礼します、ありがとうございます、またお願いします。